とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、これを使っていこうと思います。ようやく入手したやつだね。ウィザーのアーマー、黄金。でもね、黄金スキルが、これなんだよね。回避を使った後に、速度を上昇させる。微妙。むちゃくちゃ微妙。でもまあ、エンチャントがね、まあ使えるやつかなと思ったので、とりあえず装備してみます。まずここが、ポーションバリアがいいよね。これめちゃくちゃ使えるから、ポーションバリア。で、こっちを、防護でダメージ 50% 減にしようとも思ったけども、ここはね、ライフブーストだと思う。まあ、やられるのは前提として、最終的には HP が倍になるので、ライフブーストでいいでしょう。はい。で、問題こっちなのよ。別にね、あんまり強いやつないんだけども、まあ、雷のフォーカス入れて、雷ダメージを上げていきましょう。まあ、もともと HP 回復がついてるので、強いちゃ思うんだけどね。で、武器はこれ使っていきます。呪いの斧250黄金。これ雷がついてるので、これで行きましょう。で、クールダウンがついてないじゃない？なので、キノコとかこういうのが連続で使えない。そこをこれで補います。機械仕掛けのショートボウ。クールダウンショットとアーティファクトチャージがついてるので、使います。で、そこに、このアーティファクトチャージを付けた弓を使って、で、そして、クールダウンを短くしていくという。どうだろうか。若干使うのには慣れが必要かもしんないけども、まあ、やってみましょう。では行きましょうか。どうだ。おっと！チェストが11！シークレット1。これはすっげー多い気がするぞ。まあ、行きましょう。戦いが本当にこれ難しいんだよね。こういう感じで、使うたびに、クールダウンさせていかなきゃいけないのね。おお、いきなり、無敵？いきなり無敵かよ。いや、無敵はね、もうはっきり言う。無理だ。普通じゃ絶対耐えれない。プラス17でだいぶランクを落としていったとしても、やられるぐらいの敵なんで、ここはね、ちょっと考えないといかん。ということで、ここはね、装備変えていきます。もう絶対ね、カバンビルドじゃないと、勝てないと思う。いや、これはね、間違いない。カバンじゃないと、ここは勝てない。ちょっとむしろ今回ちょっと、勝たせてください。むしろっていうのも意味がわかんないけど、ちょっと勝ちに行かせて、なんとかやりましょう。これか、輝くローブ。だね。ショート、これいらないよな。いるっけ？いる？一応つけていって、で、クールダウン入れれる場所は、ビシビシビシって打って、クールダウンさせていこうか。武器はもう使わないから、これで OK。はい。じゃあちょっと決戦だな、いきなり。行くよ！行くよ！おーし！おっしゃー！あ、なんとか。大丈夫そうね。おい！おい！やばい！やばい！やばい！早い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 。この人早いよ。あ、オッケー。はまらない。はまらない。怖い怖い怖い。お前、マジで怖い。よし。おい。おーい。全然効いてないよ、この人。全然効かない。おいおい、ちょっと待って、俺、ハズレしか出ないんだけど。
雷で俺これねとんでもないダメージ与えれるはずなんだけどね、びくともしないこの人。危ねえ、ちょっと待って、ああいやワンパンだわ間違いなくワンパンじゃん。ちょっと待て待って、怖い怖い怖い、よし、オッケーオッケー、ああやばいやばい、オッケー、おっしゃー、これはねもうこれじゃないと絶対勝てないから、無理無理、あんなワンパンされる人にどうやって勝つのよ。まあでもよかったよかった、勝った勝った。それでは気を取り直して進んでいってます。まあ慣れだよね、うん、慣れましょう。このアーティファクトを使った後に確実に弓を撃っていくようにすればいいんだからね。てか敵おらんな、え、敵全然いなかった。洞窟はね2つあってもう1個は外れだったけど、え、プロストワーデンかな、だね、行きましょう。ちょっと慣れてきた、うん、このクールダウンショットの使い方も若干は慣れたけども、どうでしょうか。おぶねー、あー、そうかそうかそうか、いかん、あぶねー、トゲか、トゲかよ、嫌だね、トゲは嫌だな。あ、でもなんか戦い方がかっこいいよねこれ、うん、戦い方はかっこいいわ。あぶねー、この弓をなんか含めて戦っていって、このロールして素早さを上げるから、なんか見た目がねかっこいい戦い方として、しゃあ終わらせてやる、よし、ちょっと待って、霊気か、なんか遅えなと思ったら、そうか霊気か、スノーアーマー、オッケー、なんかすごくいい感じだこれ。うーん、次はウィーバーか、いや大丈夫か、ポーションバリアで固まっちゃえば耐えれるでしょ、いけるっしょ、オッケー、やってやろう。よし。オッケー。行くぞ。よし。よっしゃ。固まれ。オッケー。いや、でも、勝てーな。相変わらず勝てーな、お前。いやー、勝てー。勝った。武器があんまり良くない、もしや、俺。うん。どう？回復しとるし。やっぱ倒せ、よっしゃ、逃げろ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 、よっしゃー、いけたー。次は止まらない牙か、お、今回いろんなやつ出てきて楽しいな。いけるよね、うん、端っこで固まっとけばいけるっしょ、いけ、あー、そうかそうか、そうだそうだそうだ、うん、そうだった。あの、変更ついてないんだった。おい！いやー、来ないぞ！ちょっと待って。お前、何してんの？来ないの？よし、来て！オッケー。ポーションバリアさすがやね、これ。これで固まってしまえば、なんとでもなる。いらっしゃー！お前ら、散れ散れ。もういい。もうお前たちはもういい。ああ、もうないな、こりゃ。うん、もうなさそうだね。うん。でも最初はね、このクールダウンなしっていうのが、すごく気になってたけど、全然なんとでもなる。うん。このクールダウンショットが、あのね、面白い。これはね、ちょっとやみつきになるな。うん。すごくテクニカルで、やってて、こう、ちょっと忙しいから、面白いんだよね。これはいいぞ。もう、クールダウンなしっていう時代は、もう来てるのかな？うん、まあまあ確かに1個あると、かなり便利ではあるんだけども、まああれを入れずに自分の手でね、こう、なんとかやっていけるんで、これはこれで、
いいと思う。まあまあ弓はね、こういう弾数の多いやつを選ぶしかないんだろうけど。うん。いやー面白かった。この装備はいいぞ。クリアです。それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。